助けてくれて、やばいやん、よう生きていけたな今日。帰るの無理、本当にどうしよう。やばい、それがストレスで、どうしたらいいんですかね。窓開けてないの？え、閉めてます、窓。え、窓ってか怖くて開けれなくって、ずっと。え、外にいんの？え、はい。あ、じゃあ叩けばいいや。え、怖いんです。でも外にいるんですけど、うん、え、本当にでかくって、もうほんまに冗談の時アポロぐらいのでかさなんですよ。ほんまに、うわ、キモ、めっちゃキモ、やばいな、やばいです。だからもう本当に昨日の、うん、多分夜からいて、朝もずっといて、うん、で朝ももう3時間くらいもう見ずに行ったんですけど、うん、もうチラッと見たらまだいて、もうどうしたの。多分なんかな、退治しに行きますよってみんなが言ってくれてる。いや、ほんまにもう、うん、無理やって、みんなどうすればいいと思う？張り付いてるのじゃん、あのさ、網戸とかやったらさ、網戸の穴にさ入っちゃってるんじゃん。自分自力で取れへんのじゃん。無理、ね、どうしよう、もう気持ち悪すぎる、本当に。どうしよう、スプレー買って帰るしかないな、もう。ですよね、もう本当にもう無理です。だからもうやだ、本当に。なんか今日本当に帰るの嫌で、嫌やな、嫌です。めっちゃめっちゃキモいんです。うわ、キモい、本当に気持ち悪いですって。はっていうのを、うん、あの思い出しました今。なんで今なんやろ。でも本当にもう気持ち悪すぎて、写真撮ってみんなに見せようかなって思ったんです。やだ、そう、でもやだ、そう、でも写真撮ってホルダーに残すのも嫌だ。いや、確かにそれも嫌やな。そうなんです、めっちゃでかくって。大変です。なんか虫強いメンバーいないですか？いないです。誰か無理、誰か、私も虫無理。誰かいないから本当に気持ち悪すぎてね。彩香のベランダに、はい、ダメです。うわー、なんやろな、あれしてるんじゃん、冬眠じゃなくて、ガワ冬眠しひんか。でも、え、でもなんかそういう系なんですか。え、もうそんな、え、もう私の家でしないでください。いや、それはそうやな、本当に気持ち悪い。それはそうやな。え、ヨシミン、ヨシミンいけるの？ヨシミンいけそう。確かにヨシミンだってあれですもんね、耕したりしてますもんね、うん、畑で。いけそう。なんか助けてください、本当に。助けてあげて。本当に業者呼ぼうか迷ってます、うん、そこまでする。気持ち悪すぎて。まあなあ、虫出たことなくって私今まで家で、うんうんうん、だから、まあ、ベランダにしてもっていうか、大阪にこんなでかい虫いるんだって感じだったんですよ、ね、あ、いやだってアポロですよ、本当に。窓にアポロですよ。この箱が窓にアポロ、やばいですよ。これが必要なんですよ、窓に。窓にアポロです。そうですよ。だから裏側見えてるんですよ。そうやんな。本当に気持ち悪い。それはそうやわ。助けてください。助けてあげて、みんな。私は無理。そうやな、殺虫剤買って帰るしかないよな。もう見たくもない。でも殺虫剤って落ちちゃうもんな。はい、シューってした後。はい。嫌だ、嫌だ、気持ち悪い。本当に。っていうので今日ずっと悩んでます。今日の悩み、はい。でも今日って坂田いないじゃないですか、うん、同期いないから。そうやな、まあ、坂田に言ったとって坂田は多分取ってくれないんですけど。、うん、坂田、え、何それ、キモ、キショーみたいな。終わりやろうな。もうほんまに、でもやばいです。側のせいで帰りたくないです。側のせいで帰りたくない時とかあるんやん、はい、最悪です本当に。いやー、ケイトは今メイクしてます。してます、してます。ともちゃが現地集合、現地解散でカマキリ掴んでたよ、やって。え、ともちゃカマキリでも掴めそうやな。カマキリ、うん、でもがめっちゃキモいですよ、本当に。まあそうやんな、近くで見たら気持ち悪くなるかもしれへんな、はい、想像の5倍、5億倍キモいですね。めっちゃキモかったです、本当に。が最近見てないな、ね。なんか大阪いるんですね、虫。虫いるよ、いっぱい。いるんですね、うん、生きてるよね、みんな。舐めてました。まあ、自然少ないから、そういう意味ではあれかもしれへんけど、うん、はい、ね、なんか、外で見る虫はまだいいんですけど、うんうんうん、なんか自分の生活圏内にいる虫ってめっちゃキモくないですか。そうやな。なんか、ゴキブリとかも、家にいるからめっちゃキモいじゃないですか。外で見ても気持ち悪いけど。いや、ゴキブリな、無理だな、私も。ゴキブリほんまに無理です、私。無理かも、私。結構いるけど、大阪。え、ね、なんか、普通にまあ居酒屋とか、ご飯屋さんのところとか今、ちらほらいたりするじゃないですか。でも、あれもキモいけど、逃げたらなんとかなるけど、家にいられたらめっちゃ無理じゃないですか。どうしたらいいんですかね。あ、作ってた。ショールームです。は
縦で確かに縦でしてる、縦でしてる、珍しい。自分以外で縦派の人あんま見たことないし、シンも縦やで、カリオ、彩香の水、はい、ちょっと手が疲れてきましたいやそうよね、はい、ちょっともうゴキブリとか虫の話やめます、気持ち悪いです、うん、ほんまに自分で言っといてあれやけど、私も嫌やから、はい、ちゃんとあの部屋中ちゃんと貼ってる、あ、虫出へんように、ね、うん、大事、本当に苦手だ、無理です。あ、ちょっと虫の話からやめます、エビの話します。じゃあグッドスプーン食べに来てくれたな、そう、グッドスプーンユイナさん考案のピラフ食べました。そう、4人ともシェアすればいいのに綺麗に4人とも一緒のやつ飲んでて、そう、みんな何するってなってご飯食べようってなって、え、もう、え、じゃあユイナさんの、ユイナさんってみんなこれこれこれって分ければいい、もう分けるじゃなくてみんなワンプレートずつ頼んで、そう、みんなでユイナさんのこと好きすぎやろって言いながら食べました。マコからちゃんとメール来たもん、え、ね、うん、そう、めっちゃ美味しい。そしたらその写真がやよい事故りすぎててさ事故ってるからどこにも載せられるんだと思ってそう、事故ったの送られてたんや、事故ったの送られてきましたいや、なんかスプーンとかなんか取ろうとしてんやろうな写真送られてきた、めっちゃ美味しかったです。そう、私も行きたい。え、あれタレ何味なんですか、なんか分からへん、私タレまで言ったっけな、なんかちょっとガーリック、そう、ガーリック系にして、なんか大阪であんまりさ、うん、ハワイアンカフェ少ないやん。確かに。で、私がもう今年はなんか、うん、なんやろ、みんなが好きそうなもの結構昔からさ、うん、作っててんけど、はい、それをやめて自分が食べたいものを作ろうと思ってお疲れ様です。お疲れ様です。まあ、何持ってるんですか。鶏団、鶏、美味しそう、鶏、はい、鶏持ってます。鶏団子汁、へえ、美味しそう。生姜、私生姜を公園前食べたら調子いくな。おお、うん、生姜温まりますもんね。大事ですよね。やっぱ劇場寒い。寒いですよね。寒い。よく T シャツ入れますね。え、寒い。ですよね。絶対寒い。今日なんかちょっと着るのもめんどくさくて。さらにそれですごい。あったか。暑。ね、グッドスプーンでゆいなさんのやつ食べてください。皆さん食べてください。ちなみにまこの芋のやつはもうソールドアウトなってました。あれ食べた、私も。でも、ね、な、大学院も絶対今の時期のさつまいも美味しいし、絶対美味しいですよね。食べたも食べたい。でも すぐ入荷しそうやけど ですかね、今の時期やったら。何、大学芋ソールドアウトな、うん、はい、中の。でも1週間頭とかにならへんのかな。ね、またでも始まりそうですよね。 お願いします。食べたい大学芋もうまかった。でしかもその私たちが入店した時はあったんですよ、まだ。あ、そうなんや。そうです、モバイルオーダーの時まだあって、うん、でピラフ食べ終わって、うん、まあ、ちょっとゆっくりしつつ、うん、じゃあそろそろデザート行くかみたいな寝てる時にそうなくなっちゃったんでちょっと惜しかったです。でもその日めっちゃ繁盛してて、でも祝日に行ったよな。あ、そうです、そうです、はい、めっちゃ賑わってました。あ、横浜のグッドスプーン、お、いいですね。みなとみらい店さん行きたいな、ね、うん、始めました。ちひさんちょっと器用すぎる片手で食べて、はい、片手で持ってます。めっちゃ器用、はい、素晴らしい連携です。アポロで立てますか。アポロ立てます。立つ立たんやろ。ありがとう。スタンドになれるのかな。ないな。あやかの水。あ、いいよ。私のスタンドどうぞ。いいよ。え、いいですよ。いや、でも食べてますよ。そうそう、食べてますし。あやかアポロしか食べてないから。私はアポロ食べてます。あやほら。ここでケータリング。あ、ケータリング取りました。取った取った。取りました。今日の髪型髪。勝ち盛り。可愛いですね。うん、何しよう今日。みんなでお揃いします。勝ち盛りしたことないです、私、うん、勝ち盛りできるんやねん。え、わかんないです、できますかね、うん、どうなる。なんかへにょへにょなっちゃいそう、うん、勝ち盛れなさそう。へにょ盛り盛るってそういう意味やったの。え、そういうことや、勝ちを持ってるんじゃないですかね。あの、勝ち盛りっていうなんか盛りが韓国語で髪の毛、頭とかする、へー、はい、勝ち盛り。しかしげさん、勝ち盛り
なんか立つやつないですか？うん、なんかだっけ。ちかしげさんがめっちゃお菓子買ってくれてました。なんでお菓子買ってくれたんですか？買ったっていうか、俺100均に行ってたまたま。あ、すみません、ポリゲル。ありがとうございます、うん、たまたま。優しい優しい。鼻かい。あー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 。弱そうやな、なんかここもあれやし。あ、いけたいけた。お、立ちました。立ちましたか。あ、ちょっと無理かも、ね、これなんかめっちゃグリグリ。100均に行ってちょっとスタンド買ってくるべきでしたね、これ。なんかちょめっちゃグニョグニョのものを見せます。何がこれ、どうしたら。めちゃめちゃグニョグニョ。こうか。ちーさんがグニョグニョしてます。今ちーさん寒そうですね。寒そう。え、これ着ます？いいよ。え、だって見て。あやばい。誰も見えない。鶏団子配信酔うわ、やって酔うな。結局こうやって片手で持たなきゃ。そうですね。まあ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 。しかしげさん、あ、ここにだった。うん、確かに、うん、ありあり、いいですね。フルネームをバラされた近しげ。え、近しげさんってフルネーム公表されてなかったんですか？公表されてますっけ？いや、されてないと思う。私フルネーム知らんかもしれへん。え、なんか読まれへん感じですよね。うん、感じ感じ読まれへん。ちかしげさんの個人情報がどんどん暴かれていってるみたいですね。ちかしげさんの一番びっくりしたのは、うん、入ったばっかりの時マネージャーさんの LINE を交換する時に、うん、あのちかぽよっていう、あ、なんか名前で、そうそう、なんかアイコンもなんかめっちゃ半目の自分みたいな。自撮り、自撮りじゃたどりか。はい、だいぶって思ったやつですか？え、これマネージャーさん同士じゃないかな。へぇ、なんかめっちゃここですよ ね、劇場も、うん、そうなんです。 CD に毎回載ってるらしい。 あ、なるほど。あ、そうなんや。そっか、近重さんの名前、うんうん、そっかそっか、そうなんや。あ、そろそろせん、あきら先生お誕生日。あ、そうなんや、おめでとうございます。あ、じゃあなんかあきら先生の誕生日がいつだ、11月、うん、うん、カレンダーに書いときます。じゃあ、あきら先生の誕生日が。なんかそう思ったら今年の周年早かったんですかね。あ、そんなことないか。いつもが遅いだけか。なんかあきら先生の誕生日なんか周年とかぶってるイメージあるんですけど。あ、そうなんや。え、あれ一回ありませんでした？10周年の時そうじゃなかったですか？あ、そうな、めっちゃスーツで着た気がする。あ、みゆきさんと一緒。あ、みゆきさんと一緒か。そうなんや。そっか、そうだ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 。そうだ、なんかやから、なんか年に1回みゆきさんから LINE 来るって言って、あ、めっちゃおもろい。なんかお互いおめでとうございますみたいな感じで1年に1回だけやり取りするって。わかる、私も BKB さんとそんな感じ。私川端さん。川端さんと同じです。いるんですね、皆さん年一でお誕生日祝う中の方が。いる、いる。はい、お互いね。うん、やっぱりね。ご飯は後で食べます。食べ食べ、うん、すごい。今は藤川竹川さんのお話がいっぱい。竹川球児なんて言いました。なんて言いました。藤川球児さん野球ですか？阪神の監督が変わるんですよ。あ、そうだそうだそうだ、そうだそうだ。コーンスープファミマです。はい、美味しそう。今日の夕飯何個？決めてないです。でも最近は1合とかに炊いてそれで食べきってます。うん、1合普通は何人で食べるやつ？うん、でも2人もうないんじゃないですかね。じゃあ5杯おかわりぐらい。はい。1合ってだってあるでしょ。1合やったら2、3杯ぐらい。まあそうか、いけるか。でも一時期おかしくて2、3合1人で食べてたんですよ。すごいよな、はい、帰ってから。はい、うん、もう、あ、おはようございます。ランキング読みます。メイクさんに絶対呼ばれてる。 私もよ。そうそう、もうみんな行くってこと？いやー、行っちゃうかもしれないです。13位、パイポイさん、ありがとうございます。13位、セレピー。
あ、あってるかな、ちょっと横にしなおからへん。あれ11セレビーさん、ありがとうございます。13位セレピー、12位マーポン、11位ケイタ、10位水曜休み、9位がユリイカ、8位がルートくん、7位がマコッチャン、6位が野原しんのすけのすけ、5位がサムさん、4位がハマノン、3位がしんのすけ、2位がまみちゃん、1位がひでひで。皆さんありがとうございました。公演頑張ります。そして1位ギャオスケさん、ではでは皆さん見てください。見てください。じゃあねー、バイバイ。今日は名前教えて。